回すいかがでお願いします。アールズ by ピーチジョン新ミューズのオファーを受けた時の率直なお気持ちをお聞かせいただきたいと思います。まずは井上さんからお願いします。はい、えーとお話しいただいた時はまさか。私がピーチジョンさんのあの？ ミューズをやらせてていいいただけるなんて言って驚きででっぱいでしたあの地元が栃木県の益子町で私デビューした時15歳だったんですけど本当に実家の山の中でイノシシが出るくらいの山の中でこう駆け回っていってなんか虫探しとかしてたような私がこんな女の子の憧れのブランドのミューズになれる日が来るなんてっていう風に もうななんか感慨深い気持ちになりましたあの時本当カブトムシを取ってた私に教えてあげたいですね <laughs> <laughs> はいあの私は普段から本当に愛用していたあのブランドだったので本当に休みの日に109に行って109に入ってるお店に行って本当にかわい下着選んで普段つけてっていう生活をしてたのでなんかまさか。 私がここのブランドのモデルをやれるのかってなった時にあんまり実感がわかなかったです、本当に普段から愛用していたので実感がわかなかったんですけど、うん、<laughs> だから、自分の身近にあるものすぎてすごい嬉しかったし。うんなんか 嬉しかったです <laughs> ありがとうございますやはりこのキービジュアルの撮影時の感想ですとかエピソードなどをお伺いしていきたいなと思うんですが今もね少しあのお話ありましたが何か思い出に残っているエピソードなどがあれば井上さんから教えてくださいそうですねこの時の撮影はとにかくセットがすごかったですよねもうスタジオにその下着屋さんができてでなんか世界観が本当にすごくて、うん、あの すごい規模だなと思って、それもよりこう。緊張が高まるぐらいの <laughs>、うん、あの可愛いセットでした。で、なんかそうですね。撮影、この,このあの撮った時が多分一発目だったんですけど、はい、その時はなんかセットが本当に凄す,すぎて、うん、下着屋さんの店員になったような気分でしたね。すごい可愛らしい。ビジュアルですもんね。顔は、ね、本当可愛いが詰まったような。うん んかいろいろ出たりなんかカーテンとかもあったりとかしていろんなとこで写真撮る痛くなるような<ー>、うん、すごい映えるセットでしたね。いっぱいあったということでなえなのさんいかがでしょう何か思い出に残っているエピソードとかありますすかそうですね私もとにかくセットがあんなに豪華なセットで撮ったのが初めてだったのでそれがすごい印象的だったのとさくらちゃんと色違いの。 あの衣装帽子とかもチョーカーとか含めてこう色違いの双子みたいな衣装だったんですけどカメラマンさんにちょっと同じポーズしてみようかみたいな風に言われたときにこう全く同じポーズをしたときに本当に双子みたいですごい可愛い写真になったなといいう風に思いました、うん、あと、あのちょっとここのあこの台が。 台に座ったりとかして、<ー>その時に二人とも身長が低いから、何回も台を持ってきてもらって、二人でよっこらせって言って上がって。っていうのを繰り返してました。すご<ー> <laughs>、はい、すかった。うん、台が高かったですよ、ね。そう,そうそうそう、ちょっと台が高くて、そこに二人とも低かったから、毎回毎回。よっこらせ、よっせって上がって、降りての繰り返しで取ってました。